はい、僕らのファン町大道芸人ハマーと言います。一生瓶乗ってジャグリングしてハーモニカ演奏してタンバリンを叩く世界唯一の技の持ち主。テレビには25回ぐらい出てます。でこの本の著者であり現在40歳芸歴15年目のマジシャン大道芸人パフォーマーやってます。やればできる諦めない、これを伝えたくて主に子供たちの前で勝負してますが、現在はコロナの影響で事実上の廃業状態、イベントがないです。1年半ほど貯金切り崩して生活してますが、節約を兼ねてずっと家にいてます。その間にアニメにハマりまして、約1年6ヶ月弱ですね。で、約440作いったかなっていうぐらいのアニメ見てます。で気づけばアニメリアク職人と名乗りリアクターやってますが、でかいハンデがあって、もともとここは僕が一人暮らしをしてたワンルームの家なんですが、2017年の9月にですね、東京に住んでたうちの母にいろいろありまして、向こうで住めなくなり一人暮らしも困難となったため、独身の僕の家にやってきました。約束としては家賃光熱費は家主の僕が払う、当たり前です。その代わり食費とその他を払ってくるという約束のもと、母はうちに住んでます。ということで今目の前にいますんで声が出せません。あと寝た後も声が出せません。つまりですね、家にいてない時しか普通のリアクションが取れない。はい、こんな環境でアニメリアクターやるとアホですね。いないですね。はい、僕です。はい、僕はやればできる諦めないやつになりたくて会社員辞めてパフォーマーになりましたんで、今はアニメリアクターをマジで真剣にやってます。うんこみたいな再生数ですけども、諦めない心を見てください。この再生数でよくここまでやってきたなと自分で思います。ずっと心はへし折れたまんまですけどね。はい、続けていけばきっといいことあると思って信じてやってます。しがみついてます。でやればできるっていうのはこういうことです。はい、こういう筒を使ってる理由を型に貼って、はい、やってます。工夫さえすればね、何でもできるんやっていうのを見ていただきたい。はい、ということでよかったら応援よろしくお願いします。で説明文にですね、僕のホームページ、 SNS 各種 PV 載っけてますんで、僕の本職を知ってください。 PV 見てください。子供たちがね、僕のショーを見て喜ぶ姿が超可愛いです。あと説明文に、再生リストか、はい、再生リストにここのアニメのね視聴載っけてますんで、リアクションぜひそっちもねチェックしてみてください。はい、では前置きが長くてすいません。 D アニメストアにして月が導く異世界途中9話いきたいと思います。
ほんなら店舗借りれたってことか、レンブラントから。ミステリーゾートの代表戦のね、リティね。表紙に進んでますね。蜃気楼都市計画言うてましたね。
抑えきれなくなっちゃったこと。クラスの魔力。それで枠広くなってんの。つまり弓を言ってるだけで一回死んでたってことね。ちょっと原理はよく分からへんけど、死んで終わり、生き返ったようなことになってたのね。集中するだけで。
顔を通してない。まあ、恥ずかしいわな。下着の問題ではないな。中学生のカップルかよ。ついにあの二人と出くわすんかな。悩むのは妹。かわいいね。
1秒しか手をつなげなかったらね。あ、ちょっと。何これ？何最後のドクロ？あ、エリスとアクア、田中みな実さんやリンさんと。すいません、これたまに画面になんかでかいのがバーンと出てくる時あるんですよ。それ出てきて消そう思ったら画面一瞬止めてしまいました。すいません。なのでちょっと画面バーンとちょっと変なの出てきたところだけ見逃しました。これたまに出るんですよ。すいませんでした。なのでちょっとちょっとだけ見直します。どうなったのかだけごめんなさい。ちょっと C パートあるかわからないので、ちょっとエンディング見終わってからちょっとだけ、すいません、巻き戻しして少しだけ見させてください。このね、たまに画面にバーンと出てくるやつね、めっちゃうっとうしいんですよ。ほんますいません。なるほどね。
ッケーオ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 ッケー、はい、もう一回、すいませんでした。はい、ということで、月が導く異世界情緒9号目終わりましたけれども、まあ、とりあえず店舗は借りて、まあ、店を開くことが決定したということで、悪夢のみんなからお祝いされたということでしたね。で、あの RK の何だっけ、女の子、ちょっと名前忘れましたけど、かなりあの普通の人間みたいな見た目になってましたね。で、あとはちょっと待って、途中 の、 あの画面バーンと出てきてしまったためにほとんど飛んでもうた。あれやられると飛んでもうんですわ、途中で。あれ、ほんでエルダードワーフのおっちゃんベレンやったっけに、店を任せようという展開になりましたね。でその間に、弓の練習してたら、何集中するたびに何とちょっと意味わからなかったんですけども、集中するたびに何死んでる、誠は死んでる、要は死んで生き返って強くなってるみたいな状態になってたっていうことですよね。で魔力が膨大しすぎて悪がめちゃくちゃ広がってると、これ多分女神に怒られるんじゃないかということですけども、怒られるんですかね今後。でそこから町に何しに行ってたっけ、あ、そっかそっか、あのあれ、あ、これがベレンか、あの魔力を抑えるためのあの武具、防具を作ってるおっちゃんですよね、に作ってもらって、町に出てったんかな、あ、そっかそっか、店の準備するために町に行ったけども、そこで、あれは娼婦なんかなに、絡まれたところを、ミオと、共に見つかって、まあ、逆に2人にやられかけたというところでしたね。でエヴァは無事に逃げたと。でそこから、2人から逃げて、ほんでティナラクの森に、ミオと2人で行ったんですね。その管理者と 話しようとして行ったかな。そちらの管理者のアクアとエリスが襲ってきたってことですね。で、若様と31秒しかイチャイチャできんかった、ミオがめちゃめちゃ怒ってると。でつけてきてた冒険者の1人が娼婦の1人やったっていうことでしたね。で魔力を抑えるのと、結界を同時にできた。でもミオがめちゃめちゃ怒ってるっていうところで終わって、最後のところが何やったっていうところですね。はい、すいません、すいませんでした。ってことはもう誠はどんどん強くなってるってことですよね、気づかん間に。ちょっとその原理がよく分かってませんけども、じゃあこのまままたどん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 強くなっていくってことなんでしょうか。さあ果たしてこのエリスとアクアをどうするんですかね。この二人が実はむちゃくちゃ強いのかな、どうなんやろ。まあでもミオがどうしようね、こっから暴走せへんかが心配ですね。はい、ということでちょっとすいません、途中わけわからんことになってしまって申し訳ありませんでした。月が導く異世界道中の第9話でした。はい、誠羨ましいぞ、羨ましいぞとだけ言っておきます。はい、よかったらですね、ちょっとこんなんで申し訳ないんですけども、高評価とかチャンネル登録などいただけると嬉しいです。はい、以上、マジライドウケリン、ハトマでした。どうも。